今回の東日本大震災、1000年に一度の災害、よく言われることがございました。であるならば、私たちがこれから向かっていこうとするものは、1000年に一度の街づくりに他なりません。震災からの復興ということもそうでありますが、それとともに私たちが作り上げていかなければならないのは、先人が築き、そして私たちが今、この状況を必死にあがき前に進もうとする中で作っていくものが必ずや将来の世代に引き継げるふるさとである、このことを復興事業をなす中で実現していかなければならないのであります。ここからは地元の議員として少しお話をさせていただきます。隣に役場がありまして、省庁さんの家はそこの後ろの側です。ついでに言うと私の他の家はそこでございましたけど、みんなそうやって、私も50年、親戚も友達も含めて、大勢の人たちと楽しくこの場で暮らしていました。大変港祭りの花火も綺麗な街でした。先ほど、津田町長から復興に向けての熱い思いと固い決心が出てございました。政府もしっかり腹を据えておきますけど、とそのことを約束させていただきまして、私のありがとうございました。これからも頑張りましょう。長い道のりなんですね。やっぱり数年かかっていく、その間に課題も今想定しているもの以外にも当然出てこようかと思いますから、それをですね、まあ、町だけでということはなかなか困難であります。まあ、パートナーである UR さん、あとはですね、国県関係各所のですね、協力をいただきながらそれを乗り越えていきたいと、何よりも町民の皆さんの力も借りてですね、一丸になって臨んでいくことが必要だと思っています。